KB、NGT、HKT が独立。春に新会社設立。AKS がマネジメント事業撤退。AKB48 などの運営会社 AKS が、AKB48、東京、NGT48、新潟、HKT48、福岡のマネジメント事業から撤退。それぞれが新会社によって運営されることが、20日、分かった。同社幹部は、この日、都内でスポニチなどの取材に応じ、効率的な経営をしつつ、地域連携を強化していく、と、狙いを明らかにした。発表や幹部の説明によると、株式会社、NGT、HKT、を、3月、AKB、を、4月に設立する見通し。いずれも仮称としており、今後変更する可能性もある。各社の所在地や各劇場支配人の人事異動などは決まり次第、報告していくという。AKS は、2月中に社名を、バーナロッサムに変更。社長は引き続き吉成夏子氏が、留任する見通し。今後は海外9都市で活動する48グループの管轄、日韓12人組ガールズグループ、アイズワンの日本での運営、新規事業を行う。SKA48、NMB48、STU48 は、すでに別会社が運営しており、今回の発表によって、AKS は国内6グループのマネジメントから撤退することになる。新社名の、バーナロッサムは、バーナリゼーション、ブロッサムを掛け合わせた造語で、春に咲く、という意味を込めた。AKS 幹部によると、一連の決定は総合プロデューサーの秋元康氏にも報告を済ませている。関係者間で合意形成を経て、この日、正式決定したことから発表することになった。